どうも、食の贅沢のはるかです。今回は最近買ってよかった雑貨だったりインテリアのランキング、まあ普段の料理動画とは少し趣向が異なるんですけれども、なんか試行錯誤をした末に良かったなっていうその雑貨だったりインテリアを今回紹介します。ではまず早速第3位、第3位はまあもう映ってるんですけど、ニトリで買った溶岩ディフューザー。これはすごくいい。ディフューザーっていうとこう瓶にあのスティックがいっぱい刺さってでいい匂いがするみたいな、だからそのイメージが多い中、溶岩とアロマオイル、使い方を説明した方がいいですね。でこの溶岩ディフューザーはこの溶岩本体とあとあのアロマオイルっていうのかな、あのその2つに分かれてて、使い方としてはこれをスポイトで吸ってでもう垂らすだけで、そうするといい香りがこうまんべんなくして、で大体3日から5日、まあ、ちょっと香りが薄くなってきたなって言ったら、つけ足すだけなので、使い方自体もすごく簡単です。でこのディフューザー何がいいかっていうと、その、まあ、溶岩おしゃれっていうのもまああるんですけど、まあ、僕がすごく気に入ってるのはこの安定性で、液体のディフューザーだと例えばテーブルの横とかに置いた時に、まあ、ちょっとあっってなったら、細い瓶の液体ディフューザー使ってるとあのバラバラバッシャーンって倒れる可能性っていうか、その不安が結構強いんですね。でこれですよ、あのもう安定感がすごい、なんか安心していい香りを出し続けられる、そこがいいなって思いました。で値段は本体とオイルのセットで1500円ぐらいで、替えのオイルっていうんですか、でそのオイル自体が500円ぐらいなので、まあ、1回これを買えばかなり使いやすいんじゃないかなって思います。で香りはなんか英語なんだよな、ウッドセージシーソルト、あとはバンブーレモンで、高級感はありつつも香り結構強めに出てくるので、実際に店舗に行って香りを嗅いで、まあ、手に取ってみる、それが一番いいんじゃないかなって思います。で第2位はこちら、もうこれ別にアップにしなくていいか、無印良品の片面パイプ枕。まあ、これに関しては結構試行錯誤をまあしますよね。やっぱりまあ僕ずっとそば柄の枕を使ってたんですけど、まあ、それがダメになって買い替える時に例えば低反発枕とか、まあ、それ使って寝れない、なんか首がってなったりとかして、でそういうその試行錯誤をした上にたどり着いた。で何がいいかっていうと、そば柄よりも柔らかいながらもちゃんと形はしっかり保つ、なんかイメージとしては高級な浮き輪なんていうビーチにバカンスに行った時に浮き輪を枕にしてこう寝っ転がった時に、あーすげーフィットするなっていうその感覚伝わるかな、これ。まあちょっと柔らかいながらもしっかりと固定力があるので安定感がかなりあります。でさらにこう横にすると分かるんですけど、内側が薄くて外側がちょっと分厚いので寝返りがすごく打ちやすい。まあ、僕は寝るときにもう右行ったり左行ったり右行ったり左行ったりってタイプの人間なので、これはすごくありがたかったなって思います。で値段は3500円ぐらい。やっぱり枕ってその人生の3分の1ぐらい一緒にいる存在というか、まあ、寝てる間はずっと枕と一緒なので、まあ、僕自身しっかり選んだ末にいいなと思ったのはこの枕でした。あと丸洗いできるっていうのもいいですちゃっかり情報を入れていくっていう。で第1位、実はここにあるんですね。
第1位はこのボールペン、三菱鉛筆ピュアモルトプレミアム3色で、枕と同様にあのペンも結構ずっと一緒にいるじゃないですか。一緒にいるっていう言い方があってるのか分かんないですけど、まあ、勉強、メモ、やっぱりずっと一緒にいるので、ああいいなと思ったのがこれでした。で、このピュアモルトプレミアム、これはあのウイスキーの樽、この多くをこのボールペンに使用されている、まあリサイクルって言っていいのかな。なのでこの木の肌触りがなかなか良くて、でさらに、まあ、これが魅力の一つなんですけど、ちょっと見せましょうか。このボールペンの魅力、それは実は芯にあります。というのも、これに最初ついているボールペンの芯がこれ、まあ普通のボールペンの芯なんですけど、実はこれジェットストリームの芯が入るんですね。なのでかなりヌルヌルなんです。こうなんか文字を書くのがこうねで、木で質感も良くて芯もいいやつが使えて、で高級ボールペンって近所のホームセンターに芯が売ってないとか結構あるんですけど、これはホームセンターでジェットストリーム買えるんで、現状かなりいいなって思って推しです。で、値段はアマゾンでだいたい2300円ぐらいで、あとはウイスキーのこの樽を使ったペンのシリーズで4色のやつもそのジェットストリームの芯を使えるみたいなので、まあ、3色で十分でしょっていう価値観だったり、そこで決めるといいと思います。で、今回おすすめのインテリアだったり雑貨を3つに厳選して紹介しました。で、本当はもっとあるんですけれども、その1個に対する思いが強くて尺がどんどん長くなるっていう、なので3つに厳選しました。ぜひその 100% これっていうよりは選択肢の一つとして、あ、言ってたなっていう、その参考にしていただけたら幸いです。難しいですよね、こういうの。なんかみんないいって言ったものを使って合わないっていうのは結構あったんで、強くその進めることができないんですけれども、まあその参考にしていただけたら幸いです。ということで、今回はいつもとちょっと趣向を変えた動画の中、あ、いいと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございます。ということで、ではまた。